P.S.I.Love You はアイルランド出身の女性作家セシリア・アハーンのデビュー作となる2004年出版の小説及びそれを原作とした2007年公開のアメリカ合衆国の恋愛映画不動産屋で働くホリーはアイルランド出身の夫ジェリーと暮らしているジェリーはリムジンの運転手でアイルランドの皮肉さたっぷりのジョークと歌を歌いながら 愛するホリーとチャイナタウンの小さなアパートで暮らしていた。しかし、その生活は長くは続かず、夫ジェリーが脳腫瘍で亡くなってしまう。ホリーは悲しみに打ちひしがれる日々を送る。PSI Love You 林真理子役、小学館文庫、ISBN 4億940万 8293X、2008年8月6日、発売監督は、 リチャード・ラグラ・ベネーズ、出演は、ヒラリー・スワンクとジェラルド・バトラーなど。アメリカでは2007年12月21日に、ワーナー・ブラザース配給で公開。日本では2008年10月18日にムービー・アイ、東方等は共同配給で公開。アメリカは、ニューヨーク、マンハッタンに住むホリーは、最近最愛のオット・ジェリーを脳腫瘍で亡くした。 友人や家族たちはホリーを元気づけようとするが、ホリーはどうしてもジェリーとの日々を忘れられない。そんな時、ホリーの30歳の誕生日に亡き夫から消し印のない手紙が届く。それが夫からのメッセージの始まりで、それからホリーのもとにプレゼントやアドバイスが次々に届けられていく。少しずつ元気を取り戻してきたホリーは、 手紙に導かれるままなき夫と出会った彼の故郷で、あるアイルランドへ旅立つ。やがて最後の手紙を受け取るとともに、彼女は手紙の届け主の正体を知る。映画批評家による、レビューロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、ヒラリー・スワンクは、喪失と愛についての、このよくある陳腐な映画のロマンティックな主人公役には、ミスキャスト。 であり、104件の評論のうち高評価は25%に当たる26件で、平均点は10点満点中4.51点となっている。メトクリティックによれば、24件の評論のうち、高評価は3件、賛否混在は12件、低評価は9件で、平均点は100点満点中39点となっている。受賞歴、ありがとうございます。